総合的に抜き出てるような気がしましたね。スパーリングなんかはもう本当にもう生でプロの方の試合を見てるような感覚になりましたし、なんかすごく心意気が素敵だなと思いました。父が結構1000万ぐらい借金してギャンブラーで結構出ていって、そのせいで右半身麻痺とかなって働きすぎとかですね、お金関係とかその借金とか全然いいんですけど、やっぱ母と祖母にやっぱ障害が残ったのはやっぱそれは許されないことなんで。元気づくの、こういうね、話を聞くとね。で、お金がなくて、その漆間のその父と結婚し、母が子供のためにしようってなったら、その父が結構 DV とか暴力的な感じで、小学生の後半でまずっと受けてて、いろいろ包丁向けられたりとか、焼酎の一升瓶とか投げてきたりとか、母の方が結構受けてたんですけど、それも守ろうとしたのもあるんですけど、強くなろうと思って、全然やり返せなくて、飛びかかってもやっぱ投げられるし、バックボーン DV って言ってもいいぐらい、もうそれしかないですね。もうバックボーンはそれしかないですね。全日本のパンクラスもアウトサイダーも、準決で負けて、で朝倉未来チャレンジもして、ずっと悔しい思いしてきたんで、僕ちょっとかけてる思いが多分段違いだと思うんで、他の人より。頑張ってるの知ってるんで、あんまり特に、今回のオーディションとかももう受かるだろうと思って見てるんで、逆に頑張ってくださいとかあんまり言わない。練習してるの知ってるし、ストイックさが全然違って。東京行ってそういういろいろ技術を学びたいみたいな。で、その学んだ時の、強くなった姿を見てみたいです。本人もやっぱこれからって言ってるんで、伸びしろ半端ないな。同じこと。右足です。右足です。サポートしてくれるみんなの仕事仲間とかすごい嬉しいので、練習してくれる先輩方とか、その人たちのためにもやっぱ東京に行って活躍したいなと思って。もう好きな、自分の好きな道でね、もう行きたいように今のうちに頑張ってほしいです。気持ち的には本当、もう試合も親父だと思ってやってる感じですし、心がもうずっと動かされるっていうか、絶対格闘家有名になって親孝行したいなと思います。